久しぶりの DIY です。日本の皆さんこんにちは、あずさバービー日本語チャンネルです。これドスッピンで、ね、ドスッピンということは DIY します。久しぶりですね DIY。 今回もこの、ウォールショップさんのバービーウォールペーパー、壁紙を使ってやっていこうと思います。このテーブルやっちゃいます。でこのテーブル IKEA で買ったんですけど、もうだいぶ前で、ステッカーはもう貼ってあったり、ピンクの扉ついてて、もうねすでにバービーっぽい感じにはなってたんですけど、あの上がね普通に真っ白のまんまでつまんなかったのと、もうだいぶ傷とか入ってきたり削れてたりして、それがもう気になってたんでずっと考えてたんですね。色塗って、まあ、レジンでコーティングしようかとか、まあ、バービーのコラージュは結構めんどくさいしなとか考えてて、こうどうしようかなと思ってた折にこのバービーウォールペーパー出たんですね。でもすぐ思いつきましたねこのアイディアは。これテーブルに貼ったら絶対可愛いなと思って、でまあこのまんまでも、あのもちろんお水とかにも結構強いんで、まあいけるっちゃいけるんですけど、でもまああのコーティングねレジンでしたかったですね。私はまあクラフトとかネイルしたり結構するんで、薬品系とかがこぼれたりするのが嫌だったんでこれ貼って、サイドはシール作る素材ですね。ビニールテープ、シールでサイドを覆って、で上からこれ、ま、レジン A 液 B 液混ぜてかけてます。でもこの真っ最中はもう本当に一番ややこしいんで取ってなかったんですけど、これもうかけた後バブルを気泡をねヒートガンで全部飛ばすっていう作業、一番好きな作業ですね。で、サイドに垂れてたやつは、そうですね1時間後ぐらいに全部こうガーって指で切るんですよ、そうするとこうやって綺麗になるのサイド。でもこれめちゃくちゃ大感動です、これちょうど乾かしてる間で、ちなみにレジンこういうのした時は最低8時間は私は乾かします。はい、これも次の日の朝テカテカ綺麗でしょ。もうこの最初に食べる朝ごはんはもう絶対ケーキが良かったね、たまたまケーキ買ってあったんで良かったです。これいただきました。いやもう可愛いでしょこの柄は。そうちょうどテーブルの面積にあのパターン的にすごく合うなと思って、もう即決でこの柄にしましたね。まあ、横に貼ってるのは筆記体の柄なん、あのロゴなんですけど、まあ、キッチンは、冷蔵庫にねこの80年代のロゴ貼ってあるんでいけるなと思って、やっても大感動。これちょっと白っぽく見えてるけど実際はもっと薄いパステルピンクです。いや可愛くなった。ちょっとバービーのダイニングテーブル持ってる人はいないんじゃない、これはもう自分でやって大満足です。レジン扱えるとか得意よって方はこの、あの方法をおすすめします。めちゃくちゃ可愛いテーブルできます。ただ結構大変は大変、垂れたりするからね、完璧にこういろんなものをカバーしなきゃいけないっていうのがちょっと手間ですけど、これはちょっとやった価値あります。最後までご覧いただきありがとうございました。あずさバービー日本語チャンネルでした。